やな。答えはこれよ。超簡単ミニトマトを一気に切る。用意するのはこれ。2枚のお皿よ。まずミニトマトをお皿にのせて。ああ、なるほど。あ、これ頭いい。もう1枚のお皿で挟むの。こんな感じよ。あとはお皿の間にこうやって包丁を入れれば。それじゃ